花見図鑑をご覧いただきましょう。まずは基本の花火です。菊という花火をご覧いただきます。すごく暗いですよね。菊とかワビとか呼ばれる花火です。灰色のキノコが尾を引きながら丸く広がる花火です。炭火色の花火、江戸時代はこういう花火しかなかったんです。さて次は錦です。菊に比べて明るいですよね。明るい錦色に輝く花火です。金色の菊を花火では錦と呼ぶことが多いんです。菊よりも明るく華やかにイメージを工夫がされた花火です。次は続きましては銀です。とても明るく白い光の方が残るのが特徴です。火薬にアルミニウムを混ぜることにより明るい色を出しています。銀花火では白のことを銀と呼ぶことが多いんです。銀色の花火ご覧いただきました。続いての花火はさざ波という花火です。海面がキラキラ光り輝く様子を表しています。どうですか、キラキラ光ってるの分かりますかね。マグナリウムという金属を使うことによりこのキラキラ光る点滅状の花火を作ることができるようになったそうです。キラキラ光ってますよね。次はヤシという花火です。南国のヤシ、大きな葉っぱを花火で表現しています。ヤシ見えますか。太い花弁を持つこのヤシがチタン合金を花火に取り入れた結果出来上がった花火です。ヤシです。ヤシの葉っぱをご覧いただきました。次ここからは花火の色をご覧いただきます。明治維新以降に火薬が輸入されることにより明るい花火を作ることができるようになりました。まず青です。次は紅色です。花火ではいつも言いますが他のことを紅と呼びます。続いては緑です。緑色綺麗ですよね。ここからパステル2色、レモン色です。今見ていただいているのは尾を引かない先ほどのとは違うボタンという星の花火です。次はオレンジ色です。はい、最初の青と次の赤を混ぜると紅を混ぜると紫色になります。次が青、緑、混ぜた水色になります。最後に赤、紅、緑の3色を合わせると白になります。白色の花火ご覧いただきました。次は色が変化する花火3種類ご覧いただきます。花火は開いた時に現れる光を星と呼びますがこの星が変化するように工夫された花火が、変化星と言います。日本の花火の最大の特徴なんです。まず菊咲き青です。開き始めは暗い最初の菊ですね。最初見ていただく菊、その後がパッと青色に変わる花火、菊咲き青です。よく覚えてください。今度は菊咲き青銀な、今の菊咲き青に最後が銀色に光ります。暗い菊色、そして青、銀、変わったの分かりますか。色が変わるのが日本の花火の特徴です。菊咲き青銀なんです。もう一度見てください。菊咲き青銀、分かりましたね。きっと分かっていただけたかと思います。このコーナー最後は菊ではなく錦色、最初の明るい色になるんですといった錦咲き青銀なんです。最初の色だけが違います。濃い錦で青で銀に変わったの分かりますか。錦色が出ます。青で銀に変わります。錦青銀、錦咲き青銀なんをご覧いただきました。次は花火は丸く広がるものばかりではないです。くす玉が開くときのように上空で花火がポカッと割れて垂れてくる花火の種類をポカモノ花火と呼びます。3種類ご覧いただきます。洋楽、葉っぱが落ちると書く、葉がひらひら、上空から落ちてくるようなイメージの花火、洋楽という花火をご覧いただいております。綺麗ですよね。ゆったり葉っぱが、上空から降りてくるような花火です。次は銀笛という花火です。ポカッ
っと花火が割れて、中から花火がピューッと音を出して四方に動きます。ピューッという音、可愛らしい音が聞こえると思います。銀笛です。銀色で、笛の音が聞こえます。銀笛という花火、ご覧いただいています。最後、この丸く開くだけではないという花火のポカモの花火、仏法という花火をご覧いただきます。勢いよく飛び散る動きが特徴の花火です。あ、後ろから拍手が聞こえてますね。仏法という花火です。標本に飛び散ります。動きがとても嫌な花火をご覧いただきました。次は花火図鑑最後のコーナーになります。応用編の花火です。作り方を工夫して色を変化させたり、いろいろな星を組み合わせたりした応用編の花火、ご覧いただきます。最初はリボンです。女の子が髪の毛に触れる可愛らしいリボンの花火です。で、先ほどご覧いただいた菊咲青銀杏とさざ波を組み合わせてできたんです。よく見るとさざ波真ん中に入ってて、青、銀、分かりますかね。先ほどの花火の組み合わせです。そして次はディスクという花火です。大中小の3つの輪、リンクから構成されています。平面に輪が配列された花火なんです。大中小、向きによって微妙な違いますが、綺麗な素材家庭の特徴ある明るい色を生かした花火です。花火図鑑最後はご覧いただくのはオパールという花火です。宝石のオパールをイメージした花火です。青、紅、紫、緑、レモン色の5色が混ざった花火です。明るく澄んだ色が加え、点火点の花火の特徴でもあります。その特徴を生かした大変人気のある花火、ご覧いただきました。いろいろな花火を解説を交えながら図鑑のようにご覧いただきました。